ミス半減。どうもちゃ、篠原です。今回は A 作のミスが2週間で半減した方法について話したいと思います。で、これは実際、僕の生徒の実例です。で、実例なんで、あなたもこういうことをしたらこうなりますよっていうことですね。で、これ7月の2日に、そいつが書いた英作が、40個ミスがありました。英語の長長文ですね、英作の長長文300字の、自由英作、大学名言っちゃうと国際教養大学、ね、の自由英作で40個ミスがありました。ボッコボコですよ。で、これの2週間後どうなったかっていうと、こちら22ミス半減です。で、これ最近の方、今8月の1かなとかなんですけど、最近のやつは確か15ぐらいだったと思う。15ぐらいだった。もうぐんぐん減ってる。で、ちなみにこのミス誰がしてるかっていうと、カナダ人のネイティブです。ネイティブから見ておかしいというミスなんで、もうこれ以上のミスはない。僕が見たところのミスじゃなくて、ネイティブが見たのミスなんで、正直この22ミスのうちの10ぐらいはこれはちょっと無理だよっていうのがほとんどですね。半分ぐらいはこれはちょっと日本人には無理っていう、こんなんは知らんみたいなやつ。例えばですけど、健康で居続けるってさ、キープ OC 使いたくない？キープアワーヘルフグッドとかしたくなりませんか？なんかキープ OC 使いたくなるじゃない。で、僕もそうだし、この生徒もそうしてたんですよ。そしたらそれはダメで、メインテインにしなさいって言われたんですよね。あ、なるほどって思うけど、いや、でもちょっときついみたいな感じじゃないですか。で、っていう感じ ぐらいのミスが、だいぶで、残り10個ぐらいは僕が日本人として見ておかしいって気づくようなミスだったんですけど、もう彼女、女の子なんですけどね、彼女は多分減らせてもあと10ミスぐらいでしょうね。で、10ミスぐらい減らしたら、もうね、ノンネイティブとしては十分な英語力と言えると思います。で、っていう風になった方法、です、ここまで全部前置きね。じゃあどうすればいいのかっていうと、もうこれはたった一つです。添削を受けること、そしてその添削が厳しいことの2つ、この2つが英作ができるようになる方法です。英作のミスがゴリゴリ減っていく方法です。で、僕この生徒に対しては、結構その生徒の性格も知ってるんであれなんですけど、あえて傷つくようにミスを指摘してます。教える時にこんなミスしちゃダメだよぐらいで流すのは、そういうなんか、なんでしょう、これちょっとしょうがないかなみたいなやつに関してはそれぐらい流すんですよ。こんなミスしちゃダメだよとか、気をつけてねとかで流すんですけど、三単元の S 忘れたとか、よく、彼女がよくやるのは、複数形の B 動詞を if にすることをよくやるんですよ、とかっていう、そういうミスに対してボロクソに言うんですよ。なんでこんなことやるのと。複数形はあーでしょって、何回も言ったよねとか、中1の時に死ぬほど習わなかったですかみたいな感じで言うんですよ。って言って、そんなんで国際教養受からんでしょみたいな、国際教偏差値70あるんすよみたいな話とかするんです。そしたら彼女痛く傷つきます。痛く傷つくんですけど、傷ついたらもうやらないです。基本的にはやっても1ヶ月ぐらいでやらなくなってきます。気をつけるようになるんですよね。で、意識しましょうってよく言うじゃないですか。意識しましょうっていうのって、それこそ国際教養とかで試験時間2時間で300文字も英語書かないといけないっていう状況下で、一つ一つ丁寧に意識なんてできないですよ。人間の集中力って15分持たないと言われてるんですね。15分集中力は持たんのに、2時間も意識して気をつけるなんて無理なんですよ。で、どうすればいいか、これは無意識に落とし込むべきなんです。無意識にもう三単元の S はミスらないっていう風にするのがいい。だから無意識下に落とし込むためには、ここじゃダメなんですよね。意識的に三単元の S あるかな、あるかな、あるかなとかじゃなくて、もう心、こっちの方、あるいは手ですよね。手が勝手に S をつけちゃうぐらいな感じにしないといけない。だから悪い言い方すると、僕は生徒に教えることで生徒にトラウマを植え付けてるんですよね。
もうこのミスをやったらまたボロカスに言われると、だからもうやめようみたいな感じで、やるのがいいかなって思います。だから英作に関してはもう添削は必須必須で、ネイティブじゃなくてもいい、ノンネイティブでもいいです、ノンネイティブでもいいから、ちゃんとミスを指摘してくれて、かつそれが厳しい先生に依頼してみてください。で、できるだけだから学校で言うと怖い先生、怖い先生に依頼する。今受け持ってもらってる英語の先生が怖いんだったらその英語の先生がいいし、何でしょう、あんまり怖くないんだったら別の学年でもいい。ただ学校の先生って基本的にサボりたがりですから、別の学年の人が英作見てくれって言ったら大体嫌がりますけど、まあそういう感じで、あるいは先生にお願いする時も、厳しめにお願いしますみたいな感じで、今ミスっときたいんで厳しめにお願いしますっていう風にお願いしてやるっていう風にするのがいいと思います。まあもう多分ね、この動画見てる人はその愛のある厳しさと愛のない厳しさっていうのの違いぐらい分かると思うんですよ、うん、単に先生がイライラしてて厳しく当たる先生もいますよ。先生も人間なんで、ろくでもない人います。だから、あれなんですけど、愛のある厳しさでもってちゃんと添削してくれた上で、なんでしょうね、印象に残るように言ってくれる人っていうのは僕は非常に優秀な先生だと思うし、僕はそういう先生であり続けたいなと思ってます。基本的に教える時は理屈ももちろん教えるんですけど、納得感とか、何でしょう、理解とか、そういう心中心ですね、英語で言うところのムービングな、ムービングな情報を届けようとしてます。でこういうのができる先生は優秀で、そういう先生が受け持つと成績は上がりやすいです。学校の先生もそうじゃないですか。社会の授業とかでなんか裏話みたいなのいっぱいしてくれる先生って本当に面白くなかった、授業聞こうって思いますよね。前のめりじゃないですか。その段階違いますよね。だからその生徒たちを前のめりにさせる、納得感を持たせる、そういうことができる先生に習うのが一番いいです。はい、ということで今回は、ミスを減らす方法でした。もう劇的ですよね、劇的です、半減しました。今もっと減ってます。ちょっとそれこそネイティブの先生に添削出しちゃったんで数字が出ないけど、もっと良くなってます。どん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 彼女はミスが減っていくでしょう。なんでかっていうと感情で覚えてるから、無意識に覚えてるからということでした。今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。